はい、皆さんおはこんばんちは。はじめましての方ははじめまして。ゆっくり実況をやらさせていただいてます、ゆうきこうみでございます。よろしくお願いします。今回はですね、ファミコン版のワリオの森のラウンドモードのアタイプの方をやらさせていただきますんで、よろしくお願いします。このゲームはですね、1994年に出た作品で、ファミコン末期に出たゲームでして、任天堂社のファミコン最後の作品でもあるんすよ。確かディスクシステムのリメイク作品の、ゼルダの伝説1と同時発売でしたね。では、前のデータを消したんでやっていくとしましょうか。このゲームは典型的なアクションパズルゲームでして、スーパーマリオシリーズの派生の作品に当たるって感じっすね。主人公は私が個人的に、マリオシリーズの中で好きなキャラであるキノピオでして、フィールドにいるモンスターを、電子が降らせてくれる爆弾を用いて、それを運んだり蹴ったりして、3個以上並べて消していくというルールっす。全て消せばステージクリアとなるっすね。ちなみにコインは30枚集めれば、1回ずつ、コンティニューできるっすね。操作方法は、Bボタンで1個持つことができ、Aボタンで1列を持って運ぶことができるっす。途中のところを持つ場合は、上に走ったところでタイミングよく、パス。あと AB 同時押しすれば、下に置くことができるっすね。モンスターとかに囲まれた状態から脱出するときも、同じく AB 同時押しっす。爆弾タイムはキャサリンというキャラが応援してくれて、電子が爆弾を降らせてくれる有利な時間ですが、右のデータがいっぱいになると、モンスタータイムに移行するっす。モンスタータイムはドッスンが爆弾を落としてくれるも、変なカラスがモンスターを、降らせるんで、かなり不利っす。しかもワリオが一定時間ごとに、ドッスンを下げて、こっちのフィールドを圧迫させてくるっすね。でも、斜め消しするとか同時消しするとかで、ドッスンを上げることができるっすよ。またメーターがいっぱいになると、さっきのパターンが交互に繰り返されますが、ターンごとに降ってくるスピードが速くなるほか、落としてくる間隔も短くなるんで注意っす。ちなみに連鎖消しをすれば、爆弾タイムを長くしたり、モンスタータイムを短くすることも可能っすね。5個以上で消せばダイヤモンドを作ることができて、並べるとダイヤと同じ色のモンスターを全て一掃できるんす。これがこのゲームの醍醐味なんですよ。ただ同じ色のダイヤと爆弾は消えてくれないので、注意が必要っす。あとステージが進んでくと縦横で消えない、斜め消しのみ有効なモンスターや、1回当てるだけでは消せないモンスターも出てくるっす。ちなみに同じ色のモンスターを3個以上並ぶと、爆弾がモンスターに変わっちゃうことあるんで、爆弾あるところにモンスター3個以上並べちゃいけないんですよ。ダイヤを作るために5個以上まとめて消そうとするときに、よく起こりやすいっす。ダイヤで一掃しようとしたときに、その色の爆弾を余計に降らせてきたときは、話は別やけど、あとは天使が時折消した色の爆弾を降らせてくれなかったり、偶発的に並んで消えてしまうこともあって、結構長くかかったりすることもあるっす。だからこのゲーム意外と難易度が高いんですよ。今かなり操作ミスを連発してるっす。ピンクのモンスター、確か名前はページーやったっけ。その上に爆弾を乗せたいんやがうまくいかなくなることが多々あるっす。焦らず。最初のうちは覚えゲーって感じなんでね、地道にやればなんとかなる。2個ずつ並んでるピンクのやつ、名前はうまうまっす。そこの間に爆弾を仕掛け消して、ダイヤを作っちゃおうね。祭りが中のステージをクリアすると、キノピオとワリオのデモシーンが見られますね。処理したいところなんやが、電子の機嫌が悪いのかな。あ、ワ
り落ちちゃったか、僕も。でもなんとかクリアっすね。ここまではオーソドックスなモンスターしか出現しないけど、そろそろ厄介なタイプのモンスターが、出現するステージが迫ってるっす。名前は何やったっけか、柔道というやつだったと思います。そいつは、赤と青のやつは一回当てると、赤いのが白に変わり青いのは水色に変わるっす。なので処理に時間もかかりやすく厄介っすね。ちなみに水色のと白のやつは一回で消すことができるっす。それが初めて出るのは14年からでしたっけな。なんとか爆弾タイムのうちに、クリアしたいっす。ダメやったか。ちなみにね、天使が同じ色のモンスターから離れた場所に、その色の爆弾を増やせることもしばしばあって、本当に面倒いんすよ。だから個人的にはよく作られてるゲームやなと思いますね。モンスターを消そうとして早まったのか、爆弾だけのところが消えちまったっす。モンスタータイムに移ったんで気をつけてやらんとん。ドッスンを落としてきたタイミングで斜め消しや。横消しになっちまったが、モンスターがいなくなったんでなんとか、クリアか。ってことでちょっと後半やらかしたりして不調気味となってしまったけど、今回は、ここでお開きっすね。次回もお楽しみにしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。ではごきげんよう。